高辻治,治長は、江戸時代後期の区下。維新後は、家族、宮中古問館、東宮寺重長、漢文学者、昭和言、高辻委長の子。かには、二位、君位等、朝廷で、樹道、文筆をもって奉仕し、代々文章博士を世襲する、道場館の高辻家に生まれる。本性は、還元性で、繁華に属し、記伝道を代々伝える。 江戸期の国高は200国で、屋敷は新カラスマ通り丸田町上がるにあった。この京都時代の墓所は、上福寺と上昇院にあった。天保11年、繁華の高津寺長の子として誕生。母は中野院通知の娘、智子。陽名は京マロ。安政2年2月17日、15以上に除される。安政4年1月25日に、生後医下田となり。 安政5年10月28日に小納言に任じられ、12月19日より、自重を兼ねる。安政6年4月24日に十四日下となり、万円元年12月4日より、文章博士を兼ねる。文久2年1月5日に十四日上となり、文久3年1月22日より大内記を兼ねる。現時2年1月5日に正四位下となり、 慶応2年4月25日に大内記を辞する。同年8月30日、定心22強烈三次元に参加し、サビ替を命じられた。明治元年9月14日に、13位となる。明治2年から明治17年まで、明治天皇の自重を務める。この間、アメリカで、岩倉施設団に随行した。その後、民宮の御用係、東宮助、皇太后宮、両、 提出会計審査官を経て、明治31年より、東宮寺従長、明治35年より、宮中古問官を務めた。大正10年6月20日、皇居、京年82、墓所は、東京都文京区の吉祥寺。改名は、高徳院元古参政中大古寺。江戸時代後期、万年、文久と、その次の文久、現時に改元する際には、 霊徳を二度提案し、現時、慶応に改元する際には、平成を提案するなど、高辻が、元号の候補を提案した記録があると伝えられる。ありがとうございます。